こんにちは。備忘録チャンネルの瀬山です。スレクリじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日3月20日は豊臣秀吉の天下取りを支えた名軍師黒田官兵衛が亡くなった日です。うむ、確か NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で岡田准一が演じておったな。はい、信長、秀吉、家康の3人の天下人に仕え、才能がありすぎることから、秀吉にその実力を警戒されたと言われています。では、今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、豊臣秀吉です。黒田官兵衛義隆は、天文15年に、播磨の国姫路で、小寺氏の家老、黒田元隆の子に生まれました。祖父の代に播磨の地へと移ったという黒田家は、家電の目薬を売りさばくなどして財を成し、播磨の小大名小寺氏に迎えられ、父元隆の代には家老職を任されるほどになっています。21歳の頃に家督を継ぐと、西の毛利輝元と、東の織田信長の二大強国に挟まれ、どちらにつくか決断を迫られた主君小寺政元に対し、官兵衛は将来性のある信長につくよう進言。これに喜んだ信長は、使者として岐阜城を訪ねた官兵衛に愛刀へし切り長谷部を与えたと言います。中国方面軍司令官として、信長の重臣豊臣秀吉が播磨入りすると、官兵衛は自身の居城、姫路城を明け渡して、播磨平定に協力し、やがて秀吉の軍師として、天下取りに大きな貢献を果たしていきます。ちなみに、秀吉には官兵衛と共に、両兵衛と称されていた天才軍師、竹中半兵衛も仕えていたでござる。三国志の諸葛孔明がごとき、天才軍師が二人も、秀吉が後に、天下を取れたのも必然に感じるの。では続いてのキーワード、中国大返しです。播磨平定は順調にはいかず、一度は織田方となっていた三木城の別所長春が毛利方となり、秀吉が三木城攻めをしている最中、同じく信長に背いた荒木村重を説得すべく有岡城に乗り込んだ官兵衛は、そのまま約1年間狭い牢に幽閉されてしまいます。助け出された時には足は不自由になり、頭髪も抜け落ちたひどい状態だったと言います。さらに音信不通となったことで、官兵衛が自分を裏切ったと勘違いした信長によって、官兵衛の息子、庄寿丸は処刑を命じられます。しかし、機転を利かした竹中半兵衛により、庄寿丸はかくまわれて無事だったため、官兵衛は深く半兵衛に感謝しますが、その時にはもう半兵衛は病により世を去っていました。この時に救われた庄寿丸は、後に関ヶ原の戦いなどで活躍する黒田長政であり、半兵衛の恩を忘れぬようにと長政は竹中家の家紋を用いていたと言います。半兵衛亡き後、秀吉はより官兵衛を重用するようになり、本能寺の変で信長が撃たれると、官兵衛は備中高松城水攻めの最中だった秀吉に、毛利氏との早期講和を進め、中国大返しによってあっという間に上洛すると、山崎の戦いで信長の仇、明智光秀を撃った秀吉が信長の後継者として、次の天下人に名乗りを上げることになりました。ちなみに、本能寺の変で信長が撃たれたことを知り、ショックを受けていた秀吉に、殿、天下を取るチャンスですぞ、と官兵衛は囁いたらしく、秀吉はこの時に官兵衛には自分と同じ天下取りの野心があると疑い、警戒するようになったそうでござる。ふむ、官兵衛に、自分の心の奥底を覗かれた感じがして、秀吉は嫌な気分になったのかもしれぬの。では、最後のキーワード、九州の
関ヶ原です。秀吉にその才能を警戒されるようになったとはいえ、その後も官兵衛は四国平定、九州平定、小田原征伐と秀吉の参謀として多大な貢献を果たしていきました。しかし、その功績に対し、秀吉が与えた禄高は小さく、わしの次に天下を取るのは官兵衛だ、と官兵衛に対する警戒心は解かなかったと言います。しかし、朝鮮出兵などを経て、秀吉が亡くなり、徳川家康と石田三成との間で関ヶ原の戦いが起こると、すでに家督をこの長政に譲り、九州豊前で徐水と豪し、隠居生活を送っていた官兵衛は、最後の賭けとも言える行動を起こします。これまでの蓄財を投げ出し、挙兵した官兵衛は周辺の大名を次々と撃破。九州の関ヶ原と言われるこの戦いを制し、天下取りに名乗り出ようとしたとされる官兵衛ですが、最低でも100日はかかると見ていた天下分け目の関ヶ原の合戦は、わずか1日で決着し、天下は徳川家康のものとなりました。しかも、その勝利の最大の功労者が息子の長政だったというおまけ付きです。その後、官兵衛は長政が得た筑前52万石の地へと移り、慶長9年3月20日に59歳で病没しています。惜しかったのう、官兵衛。しかし、すぐに次の天下人家康に侵入する変わり身の速さはさすがと言わざるを得んのう。ちなみに、官兵衛は築城の名人としても知られ、大阪城のほか、自身の居城ともなった中津城、福岡城などの築城に関わっているでござる。